Thank you.
失礼。この中華街の娘かな。あら、あげおちゃん、いらっしゃい。しばらくだな。キスの一つでもプレゼントしたいところだが。うん、私も本気で会いたかったわ。俺もさ、だがキスってのは冗談だぜ。今晩くらいはゆっくりしてくんでしょ？いや、少し立ち寄っただけだ。俺がいるとこの店に迷惑がかかる。もうハードボイルドなんだから。事実だからな。飲んでくんでしょ、一杯くらい。なあ、ブランデーでいい？なあ、指2本だけもらおうか。弱くなったのね。寝る前にやってる。今は仕事中だからだ。うん、はい、どうぞ。
死んだとか噂されてたわよ。いつものことだ。凄腕の探偵がそう簡単に知るわけないって思ってたけど、ね、ちなみにその肩書きはオフレコーディングだ。クラス D のヤブ探偵で通っているんでな。依頼人が退去してやってくるから。表の事務所にはやってきてるらしいぜ。商売繁盛、いいことじゃない。だが俺が関わるとろくな目に遭わないんだ。巻き込まれやでしょ。ごちそうさま、うまかったよ。はい、じゃあ1000円でいいわ。じゃあもう一つの方の商売しましょうか。ネタはあんのかい。バーテンとしても情報屋としてもプロなのよね、あたし。今日はエマーヤから何か情報は？ないわよ。そうか。残念そうね。そうじゃない。だがふざけたやつだからな。いつか正体を暴いてやろうと思ってる。でも彼のお金でアゲオちゃんも随分と命が助かってるじゃない。かもしれん。やつの情報で潰れた組織は2つや3つじゃない。ケンさん、彼は情報を提供しただけで、実際に組織を潰したのはアゲオちゃんじゃない。そのせいで裏の世界じゃブラックリストに載ってるよ。アゲオちゃんを狙う連中の数は両手の数に余るもの。面白そうに言うなよ。それだけにエマーヤなる人物は組織内の裏切り者か、あるいは敵対陣営の陰謀か。いつか尻尾を捕まえてやるさ。私よりずっとすごい情報をリークするんだもの。ライバルよね。それより情報だ。あるんだろ。もちよ。ただ忠告しておくからね。私の情報は信頼とコストパフォーマンスが売りなのよ。それだけにいいネタは相応に高いのよ。でも高いネタはきっとあなたの身を助けると思うわよ。逆に安いネタはそれなりのものだから恨みっこなし。いい？わかってる。早く一覧を見せろよ。いいわよ。星印のついているのがまだ見ていない情報よ。アギョちゃんに今必要なのは情報 C だと思う。アギョちゃんを探している女の子いるわよ。電話でも聞いた。俺を知ってるやつか？噂を聞いてやってきたみたい。この町に凄腕がいるって。どこから聞きつけたのか、このショットバーにまでやってきてね。それで？凄腕の探偵知りませんかって。私が知ってる凄腕の探偵って一人しかいないじゃない。俺のことを教えたのか？まさか。ただこの町に凄腕の探偵はいるけど、私は居場所を知らないとは言ったけど。まだアギョちゃんのこと探してるんじゃないかしら。凄腕は何も俺だけじゃないさ。何言ってんのよ。アイドラーのすごいやつといったら日本に2人しかいないじゃない。つまり俺一人じゃないってわけさ。いくつもの探偵事務所で門前払いになったみたいよ。どういうことだ？電話でちょっと話したじゃない。彼女の見えない夫を探してほしいって。門前払いのわけだ。こら、そんなこと言って。夜遅くにセントラル街で片っ端から通行人に声をかけてるみたいよ。夜遅くにセントラル街で？そう、夜10時くらいに見たこともあるから。まだ同じことをやってるのか。どう？確かに俺向きの事件っぽいな。でしょ。だがこの情報が10万円とは高いぜ。何言ってんのよ。さっさと解決しちゃって連中からたっぷりお金もらえばいいじゃない。次また買う。
いい情報があった？一度買った情報は後でいつでも見られるようになってるから安心してね。情報は随時増やしていくつもりよ。まめにチェックに来て。え？つまんない情報が多すぎる？そんな。たくさん買ってくれたらすごい情報も取ってきてあげるから。だってそうでしょ。買い続けてくれるような乗客ならお客様のためにって仕入れにも力が入るってもんよ。商売ってそういうもんじゃない？アッシュ、デートの誘い？困っちゃう。体をくねくねさせるな、真面目だ。何かしら？エマーヤのことは本当に知らんのか？ええ、彼はいつも向こうから一方的にコンタクトを取ってくるのよ。彼の情報は高いわよ。覚悟してるさ。また来てね、待ってるわよ。